はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。秀樹様、60代パート主婦様、くれくれ外人が嫌い様、お手紙いただきました。ありがとうございます。光る光る様、身バレは避けたい様、東様、ご支援いただきました。ありがとうございます。東様はお手紙も添えていただきました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。明日4月2日 NHK スクランブルでも、最高気温17度でちょっち肌寒いようです。天気は曇りですんでね、私なんかは貧血で異常な寒がりですので、桃引きを履くか履かないか悩むところ多分履いていくな。暑かったら脱げばいいもんね。ご参加よろしくお願いいたします。エイプリルフールでない NHK 内部情報ゲットしました。特別宛てどころ郵便、例の宛名なしの封書ですね。割増金脅迫効果で受信契約激増、ネットでの申し込みに限りますと2月10万件5倍増、これ前年度比ですけれども、3月20万件10倍増、去年の3月は2万件しかネットで、受信契約申し込みがなかったのに10倍になった。NHK の目論見通りになってしまいました。デモではですね、割増金をやめろっていうのも叫ぶつもりであります。よろしくご参加ください。今日私なんか疲れておりまして、疲れてなんだろうなこの疲労は。これ動画1本撮るのにまあ1日ですね、5、6時間かかるんですけど、記事集めたり記事作ったり、まあ撮ったりちょっと編集したり書き出したりで5、6時間かかるんですけど、そういえば全然休日ねえもんな、なんて思っちゃったのかしてね。ヒカキンさん、なんかね、見てもらったら、脳みそが疲労してるって、脳みそが老化してるって言われたそうです。年がら年中、動画のことばっかり考えて、休まる暇がねえと、脳みそが老化してくのかなーって思ったりなんかしてね。で、今日はぐだぐだしまして、明日のデモに、備えたいと思います。こう報道しろ、出ないと法的措置。産経記者を直接 LINE で強要、脅迫した件について小西。私が産経記者に LINE で求めたネット記事の追記修正は、名誉毀損などと認識する記事に、せめてその被害を軽減するための緊急対応を求めたものであり、編集権の介入ではありません。なんか名誉毀損、自分に対するこれを軽くするため、正当化しておりましたんですけれども、一般反応です。燃料投下、自分からゲロっている。産経側が脅迫と感じたら脅迫と、脅迫罪ってそういうものらしいですよ。関西ナマコンもですね、大変なことになりますよっていう言葉が脅迫だ、言われた方が恐怖を感じたら脅迫だってことで、取られましたんでね、次から次へと。これはもう立憲もかばいきれない。俺の傷が浅くなるように印象操作した記事書けや、法的措置するぞっていうのは編集権への介入でしょう。名誉毀損の沸点が低すぎるのが問題と。そうですね、何でもすぐに訴えるって言うもんなこいつな。記事の修正を要求している時点で報道介入、その通りだ。自分が悪いとは1ミリも思わず、それゆえ全く反省しておらず、言い訳と自己正当化を繰り返すいつもの小西で安心しました。小西がひどければひどいほど立憲の評判が悪くなって、まあ、統一選にも負けるであろうし、我々、日本人側にとってはいいことであります。小西が暴走すれば暴走するのはね、このぐらい気が触れてないと小西ブランドに傷がつくというもの。小西ブランド、気が触れている、狂っている、狂人っていう小西ブランドですけどね。この件に関して女性自身、公文社イコール講談社、これ音羽グループって言いまして、講談社の子会社みたいになってるんですよね、公文社って。泉代表は今聞いた対応を考えると述べるにとどまった。 SNS では絵に描いたような圧力で絶句、これはあかんと唖然とする声が上がった。
高市への攻勢から一転逆風が吹くことになりそうだ。小西に関して最近厳しいんですけどね、講談社ね。そりゃ、自分らのやりようにですね、口を挟んでくるなら、まあ、敵ですわね。なぜか、東京新聞は、小西を絶賛してますけどね、小西のような記者が必要だぐらい言ってね、TBS ですら、党内でかばう人ゼロって報道しちゃいました。小西議員の一連の発言をめぐって、党内からは、かばう人間はゼロだ、との声も上がっています。なんてね、一般反応ですね。仲間なら止めてやるよ。同胞が見放すってよっぽど。高市が孤立していると騒いでいたら、小西が孤立していた。尻馬に乗った杉尾、陳、塩村も逃げたか。大ホームランって褒めたたえたのは安住。TBS かこれ。お仲間のはずなのにね。TBS の報道でこれだから、マジで人望全くないんだろうな。記者を脅すって、立憲の重要支持団体ですからね、メディアっていうのはね。立憲の重要支持団体は、自治労日教組、郵便の労連、通信労連、ドコモとか NTT、あと放送労連、この5つがですね、立憲の重要支持団体なんですよ。日教組もか。あ、日教組言ったっけ。それに立てつく行為ですから、今後小西はメディアに守ってもらえませんね。東京新聞ぐらい気が触れたとこでないとね。終始ニヤニヤのまま、終わったですね、謝罪会見も、あんなんじゃ開かない方が良かったんじゃないか。逆効果。開かない方が良かったんじゃないか。あんなニヤニヤして。よく聞くとですね、報道が悪い、俺は悪くないって、全然謝ってねえしね。集英社オンライン、立憲から衆院選に出馬予定の前衆院議員。今は、あれしてんのかな、浪人してんのかな。また立憲に悪いイメージがついた。いや、いいイメージ持ったことなんかないですけどね、私なんかはね、立憲に対してね。自民が勢いづいて、猿解散なんて嫌だよ。泣き言。立憲って、昨日の動画でも言いましたけれども、政策議論を禁止されてますんで、いつでもですね、いつやったって選挙の準備ができてないですよ。笑っちゃいますけどね。一般判です。身内からも嫌われてて草。猿解散は草。蛮族解散にしとけ。また、止め変えれば。ほんまに今、衆院解散したらやばそう。神奈川新聞、うるさいうるさい。コリタンみたいな政治家が必要なんだ。そっか、東京新聞だけじゃなくて、神奈川新聞もかばってんのか。なるほど、小西ブランドということでしょうか。安倍政権ね、違法な解釈変更と報道介入、なかった。私、総務省の文書をいっぱい持ってるんですよ。機密漏洩、秘密保護法違反。どうやって持ち出したんだって話。衆院憲法審査会は、猿蛮族。泉、看過できない。参議記者、脅されました。小西、あれは名誉毀損を避けるための、あれがあれで。統一選も近いっていうのに、泉はこれだけやらかしたですね、小西を切れるのだろうか。私は、切れないと思いますよ。自分さえ良ければ、どうでもいい党のことなんか、安住や長妻が、威張ってますからね。こいつらの意見、を無視できない、泉は。我々としてもですね、小西は立憲に居座ってもらって、もっともっとイメージ悪くなって、統一戦惨敗してもらいたい。というもの。我々、日本人、日本軍っていうんですか。頑張れ小西。常識に負けるな。立憲は小西を処罰するな。こういう政治家が必要なんだ、立憲には。と、我々もですね、声を大きくして、訴えかけていった方がいいのかなっていう気がしております。というわけで、明日4月2日、NHK スクランブルでも、よろしくご参集ください。お願いいたします。デトックスジャパン。